中国方言は、山口県、島根県西部、広島県、岡山県、鳥取県東中部、兵庫県北部、京都府北部で話される、日本語の方言の総称。西日本方言に属する。島根県東部と鳥取県西部の方言は、雲博多言とされ、音韻体系が大きく異なることから、中国方言には含まない。断定の助動詞、だ、じゃ、やの分布。採用は、じゃ、三韻は、だを用いる。中国方言は、大きく、三韻と三用に分けることができる。東三韻方言は、雲博多言と共通する要素が見られる。近畿、四国、九州地方と同様、かる、あく、たるなどの動詞を4段、5段活用のまま用いる。近畿、四国、九州地方と共通する語彙には、ねぶる、こける、いらう、いろう、まどう、ひらう、おう等の動詞、こそばいい、こそばゆい、えらい、赤い、辛い等の形容詞、なんぼ、ほうべた、なすびなどの名詞がある。また、多い、遠い、濃い、しいは、おいい、といい、濃い、すいという。四国、九州地方と共通するものに、捨てる、こまい、かずむ、かざむなどがある。中国方言独自のものには、きいな、近海もなどがある。以上のように、中国方言だけに見られる特徴というのものは少なく、他の西日本方言と共通する部分が多い。しかし山陰では、他の西日本方言すべてと対立するような特徴もある。講座方言学8中国、四国地方の方言19ページ、岡田宗之助、田島の英雄連母印。ありがとうございます。